テフロン加工のフライパンの問題点としましてはあるんですね。非常に稀なんですが、重症化するケースもありますし、亡くなったという、死亡例も報告されているんですね。ようこそ体の小部へ。あなたの家庭の専属管理栄養士丸尾です。さあ今回はテフロン加工のフライパンは人体に悪影響がないのかということについてお話をしていきたいと思います。はい、この話題なんですけども、焦げ付きにくくて便利なテフロン加工のフライパンですね。以前にアップしたプラスチック容器のね動画に対して、実はこのテフロン加工のフライパンについてね、やってほしいというコメントをたくさんいただいていたんですね。ですので今回はそのリクエストにお答えした動画になってきます。はい、そして今回の動画の内容ですが、まずはテフロン加工について解説をした後に、テフロン加工のフライパンの危険性、そして使う時の注意点についてお話をしていきたいと思います。ぜひ最後までご覧ください。はい、ではですね、まずテフロン加工についてね解説をしたいと思います。このテフロン加工というのはフッ素樹脂でコーティングするというですね、表面処理の一種になります。で、実はこのテフロンというのはね、アメリカのデュポン社というところの商標登録になるんですね。ですので、テフロン以外のフッ素樹脂加工のフライパンもあるということなので、プラスチック容器なんかもね、タッパーっていう名前がありますけども、あれは商標登録されている名前だと思うんですが、そんなような感じでございます。そしてこのテフロン加工の特徴としましては、表面がねツルツルしていて摩擦係数が少ないということでですね、料理する際に食材がくっつけにくかったりですとか、いった形で調理も手入れもしやすい、洗い物する時も汚れが落ちやすいっていうところと、あと料理する際もね油が少量で済むっていう特徴があります。はい、このように非常にね便利なテフロン加工のフライパンなんですが、その危険性についてね見ていきましょう。テフロン加工のフライパンの問題点としましては、耐熱温度が低いってことがあるんですね。このフライパンのコーティング剤として使われている物質がポリテトラフルオロエチレンというですね、非常に長ったらしい PTFE というふうに略されるんですけども、こういった物質になるんですが、これがですね表面の温度が260度を超え始めると劣化が始まってしまうということなんです。で、この劣化が始まると何が起きるかというとですね、熱分解によってヒュームと呼ばれるですね微細な粒子、細かい粒子に形態が変化してしまうと。そしてこのヒュームと呼ばれる細かな粒子ですね、これを吸い込む、吸入することによってポリマーヒューム熱と呼ばれるね症状を引き起こしてしまうんです。はい、このポリマーヒューム熱ですね、どういった症状かと言いますと、インフルエンザに似た症状を引き起こします。まずは咳ですとか喉の痛みですね。そして数時間経ちますと今度は発熱、さらには呼吸困難などをきたすということなんです。ただその後ね数日以内には自然に軽快する、治っていくということなんですね。ただ非常に稀なんですが、重症化するケースもありますし、あとね亡くなったという、死亡例も報告されているんですね。ですのでこのポリマーヒューム熱、やはり注意が必要かというふうに思います。で、一般の家庭用コンロではですね、料理中にこの分解がね始まってしまう260度、これを超えることはほとんどないというふうにされているんですけども、別の報告ではね、それ以下の低い温度でも劣化が始まるんじゃないかということも言われていますので、この特にね料理する際の温度を加熱のしすぎには注意する必要があります。はい、それではですね、以上の内容を踏まえまして、使う際の注意点ですね、お話をしていきたいと思います。全部で3点ね、お話をしていきます。まず1つ目は、使う際に換気扇を回すようにしましょう。ね、換気扇を回さずにいるとこの粒子がね充満してしまって、それを吸い込んでしまう、それによる健康被害ということも考えられますので、必ず換気扇をつける、あるいは窓を開けるなどしてもよろしいかと思います。続いて2つ目の注意点が、空炊きをしないということです。先ほどお伝えしたようにこのコーティング剤として使用されている PTFE はですね、フライパンの表面温度が高くなってくると分解が始まってしまうということですので、フライパンをね空炊きしてしまうとどんどん温度が上昇してしまいますから、空炊きは注意するようにしてください。で、このポリマーヒューム熱の事例で報告されているものっていうのも多いのがね、火のつけっぱなしで寝てしまったとかね、そういったケースなんですよ。火のつけっぱなしで寝てしまうっていうのはもうこのテフロン加工
のフライパンどころかね、火の用心というか火事に対してね、危ないことですので、まあ、これもね、ぜひ気をつけるようにしましょう。はい、そして最後3つ目ですね。ペットを飼っている方は注意が必要です。と言いますのも、このね、分解されることによって発生するヒュームなんですけども、インコとかね、文鳥、こういった小鳥はですね、非常に影響を受けやすいということが分かっているんです。人に対しては影響の出ないガスの量でもですね、小鳥にとっては致死的になることがあるんですね。ですので、特に小鳥を飼われている方は、このフライパン使う際ですね、特に換気に注意したりですとか、あまり近くにね、置かないようにされた方がよろしいかと思います。うちもね、十四松のチョコちゃんとおはぎちゃんっていうね、可愛い2羽の小鳥を飼ってますので、これはね、本当に注意していきたいなと思いました。それではここで少し告知をご覧ください。管理栄養士マロの公式 LINE が配信中です。登録して10秒で答えられる診断を受けますと、あなたのお悩みに合ったマガジンが配信されます。マガジン配信後は添加物ガイドブックやビタミンミネラル図鑑など合計10個の特典も受けられますので、興味のある方は概要欄から友達追加してみてください。はい、ということでね、今回はテフロン加工のフライパンについてお話ししてきました。まあこのフッ素樹脂加工のねフライパンっていうのは便利ですごく使いやすいんですけど、結構ね、まあ安物なく買ってしまうとコーティングがね剥がれてしまったりして、あまり長く使えないなんてこともありますよね。ですので、よろしかったらね、この機会に鉄のフライパンを使うとかね、他のものを検討してみるっていうのもよろしいんじゃないかなというふうに思いました。はい、では最後お待ちかねのこのコーナー、コメント紹介のコーナーです。はい、以前アップしました豆乳についてのね、コメントをたくさんいただいております。まずは一番いいねを集めたコメントがこちらの方、小雪さん、おめでとうございます。丸尾さんの動画きっかけで食の安全を意識するようになりました。本当に感謝しています。新しくできた参政党という政党の神谷さんも食と健康を政策として掲げているので注目しています。添加物や農薬の使用量がかなり多い日本、丸尾さんや参政党の訴えが広まってくれたらいいなと思います。はい、ということで、嬉しいですね。僕の動画がきっかけで食の安全を意識するようになったということでね、こういう方どれぐらいいらっしゃるかわからないんですけども、本当にね、こうやって日々動画を配信していてですね、こういう声をいただけるっていうのは本当に、嬉しいことですね。これからも一人でも多くの方にね、この食の安心安全、そして食の楽しみ方の幅をね広げるっていう、そういう大切さをねすごく伝えていきたいと思っていますので、ぜひ今後も応援のほどよろしくお願いします。さあ、そして僕が一番気になったコメントがこちら、めいこさん、ありがとうございます。家の息子に似ています。これね、前回の動画で僕誰に似てるって言われますかみたいなね、芸能人の方でこういう方に似てる、ああいう方に似てるっていう話をしたんですが、そしたらね、息子さんに似ているということで、いや、これは別にね、笑いを狙ったわけじゃないんでしょうけども、なんかクスッとね来まして、選ばせていただきました。いやー、そっか、ちょっと息子さんがどう感じてるかもね気になりますので、ぜひ僕の動画見ていただいて、どう似てるとかってね聞いてみてもらえたらなと思いますね。ということで、今回は以上でございます。いつもご視聴ありがとうございます。今回のね動画参考になったという方は、ぜひいいねボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら、ごきげんよう。